こうやって家族全員が集まるのはあなたが帰ってこなさすぎなんです。俺はしょうがないだろ。不動産開発っていうのはいつも地方を行ったり来たりでな。はいはい、私だって海外出張ばっかりなんだからしょうがないでしょ。まあなんだ、仕事ばかりで家を空けてる俺たちに子供たちは何の文句も言わないでくれているのかな。そうですね、二人とも私たちなんかいなくても立派に育ちそうですよ。いや、それはそれで寂しいんだが。琴の葉なんて私たちより彼氏と付き合う方が楽しい頃ですからね。あいつか。あいつなんて言ってたら琴の葉に嫌われますよ。心だってすぐにそういう男の子を見つけてきます。心には早すぎる。琴の葉だってまだ。はいはい、それでだな、母さん。何ですか、改まって。やはり一家の団らんというのは大事なものだ。そうですね。会社の関連で榊のヒルズにあるアクアスクエアのチケットをもらったんだが、これを今度家族で行きません。どうして。今度の休暇はシドニーって約束しましたよ。いや、プールもいいんじゃないか。一家で榊の町、近くて楽しい一家団らん。ダメです、そのチケットはもっと有効な使い方がありますよ。有効な使い方？娘がお父さんに感謝して大好きになる有意義な使い方です。そんな方法が。琴の葉。何？お母さん。お父さんが琴の葉にプレゼントがあるの。え、何かな。まさか。これで誘えば誠くんも好感度アップ間違いなし。え、なんだろう。ほら、お父さん。あのな、琴の葉、これを友達みんなで。ラスティッカイ、見つめるだけで満たされた。ペーパー、あの頃には戻れないから。流水プールにウォータースライダーに。よし、じゃあまずはお子ちゃまプールからでちゅって、子供が遊ぶのを邪魔しちゃダメですよ、沢永さん。そうですか。あはは、仲良さそうだな。学祭の時にたまたま沢永が困ってる桂さんを手伝って、ちょっと知り合ってたらしいよ。そっか。それにしても世界。何？お前さ、元気出せよ。元気だよ。
そんなわけあるか。見るからに元気ないだろ。そんなことない。おい誠、西園寺行こうぜ。ん、ああ悪い、世界体調良くないみたいだし、ちょっと見てるわ。なあ、そうか。それじゃ、西園寺さんをよろしくお願いしますね。ああ、清浦のことだろ。学祭のすぐ後、清浦刹那は転校していった。転校することを俺が知ったのは学祭が終わってからで、せっかく仲良くなれたのに寂しいと言うと、薬と笑って、私がいなくなったら世界が落ち込むから支えてあげてと言われた。思えば清浦の転校を知ってからの世界は目に見えて元気がなくなったようで、学校も休みがちになっていた。清浦のやつ唐突だったよな、転校なんて。前々から話はあったの。そうなのか。うちのお母さんと刹那のお母さん、同期のライバルで、どっちかがパリッシャに行くんだろうって言われてたから。清浦と世界って幼馴染なんだったな。生まれた時からずっと一緒だったの。離れることなんて絶対にないと思ってた、ずっと。そっか。覚悟はしてたつもりだったけど、いざとなったら私どうしたらいいのか分かんなくなっちゃって。うん。私が落ち込んでると刹那が悲しむもんね。その通りだ。頑張らなくっちゃ。あ、ありがとう誠。ブヘヘ。どうした。ウォータースライダーで顔から突っ込んで、もうすっげえ水飲んだ。で、しょうもない。ああ、そういうわけで交代な。交代？桂さんすげえはしゃいでて、俺の体力の方が続きません。あとよろしく。なんだよ。行ってきて。うん。行ってきなよ。私はもう大丈夫。彼女ほっといちゃダメだよ。ほら。ああ。よ。あ、誠くん。追いついた。ちょっと休憩です。じゃあ俺も。誠くんはまだ全然回ってないんだから、他回ってきてもいいんですよ。いいんだ。琴の葉の隣にいたい。あ、はい。どうかしましたか？いや。綺麗だなって。ありがとうございます。こんなに綺麗で可愛くて、だけど俺が触るのは嫌がるんだよな。学祭以来結局ああいうこともさせてくれないし。誠くん。ああ、泳ぎましょう。え？ここプールですから。そうだな。はあ、疲れた。はぐれたかな。ま、ビーチサイドで休んで待つか。プール入らない？そういう気分でもなくて。ま、引きこもってるところを強引に連れてきたからな。無理は言わないよ。さっきまで沢永もいたんだよ。へえ。沢永のお姉さんの話っておかしいよね。あいつシスコンだから、姉のことになるとどっか見方がおかしくなるんだよな。すごい好きな感じが伝わるよ。だよな。まこと疲れてるよね。私も刹那がいなくなって落ち込んでたけど、同じぐらい誠も辛そうに見える。そうかな。誠はさ、辛いことをあんまり表に出して言わなそうだから。誠には元気出してほしいんだ。元気ね。どうしたら元気出るかな。さあ、私にできることがあれば言ってほしいんだけど。
じゃあ胸を。え？いや、なんでもない。胸？なんでもないって、忘れろ。胸か、忘れろって。いいよ。え？私のでよければ。あ、もちろん。じゃなくて、いや、あ、その。でもこんな胸触りたいか？桂さんの半分もないのに。大きさじゃないって。そういうの嘘っぽい。大きさじゃなかったら何？柔らかさとか。うわ、やらしい。あ、ボケツ。でもまあいいか。触ったら元気出るんだよね。ってダメだ。ホロベ、俺の頭の中、煩悩退散。は？マジで世界の胸触りそうな気分になってた。おや。ああ、もう死にたいっす。触っていいわよ。ああ、もう言うな。あ、ん？ねえ、誠、あれ。あ、ナンパだね。しょうがない。行ってくる。俺、彼氏だしな。うん。琴の葉。あ、誠くん。あいつら、誰？あ、ですね。さっき、一緒に冷たい飲み物でも飲まないかって誘われまして。やっぱりナンパか。いえ、なんだか、ここの関係者の人って言ってました。ここの職員？じゃなくてですね、そのここに顔が効くんだって。そんな出まかせな。それで私のお父さんと一緒だなって思って、そのこと話したら、あの人たち私のお父さんとも知り合いかもって。そんなわけないだろ。そうでしょうか。ナンパするのに相手を信用させようとして口から出まかせ言ってるんだよ。そうなんですか？ああ。まるで誠くんもナンパをしたことあるみたいですね。関係ないだろ、そんなこと。あ、それでさっきの人たちから誘われたんですけど。誘われた？上のフロアにスペシャルルームっていうのがあるそうなんですよ。それってすごく綺麗なネオンライトの明かりでウォーターベッドが浮かび上がる仕掛けがあって、深海の中みたいな幻想的な部屋なんだそうですよ。後で来てって言われたんですけど、誠くんも一緒に行きませんか？琴の葉は行きたいの？あ、はい、とっても楽しそうです。さっきの人たちもとっても面白い人たちだったから、きっと誠くんも仲良くなれますよ。なれるわけないだろ。誠くん、一人で行ってくればいいだろう。そんな言い方、誠くんは嫌なんですか？琴の葉が行きたければ行けばいいって言ってるんだ。俺は何も言わないからさ、他のやつと遊んでくればいいだろう。そんなこと言ったら本当に一人で行っちゃいますよ。好きにしろよ。ようよう、琴の葉ちゃん、話を聞いてくれよ。彼氏とだけじゃなくてさ、俺らとももっとお話ししようよ。呼んでるけど。はい。スペシャルルームで俺らと仲良くしようよ。なんなら彼氏も混ぜてやってもいいぜ。あのほら、一緒に遊ぼうって。琴の葉ちゃん、彼氏が行かないなら琴の葉ちゃんだけでも一緒に行こうよ。そうそう、彼氏なんてほっといて一緒に行こうよ。さっき言ってたろ、彼氏に不満って。俺らなら満たしてやるからさ。いえ、不満とかじゃなく。あんた、彼女のこと分かってないんじゃない？彼女
あんたのことつまらないって思ってるみたいだぜ。そうそう、琴ノ葉ちゃん彼氏に退屈してるから僕らと遊んでくれるんだもんね。違います。ただ誠くんと一緒に遊びたいって言ってただけで、そんなこと。遊べばいいだろう。誠くん、あんな彼氏ほっといてさ、行こうぜビップルーム。行きません。誠くん、どこに行くんですか？帰る。でもみんなと合流してから。誠くん、誠くん、誠くん、一人で遊べって。俺は退屈だから。そんなことないです。一緒にいてくれればいつだって退屈なんてしません。いいよ、一緒になんていられない。いられます。痛くないよ誠くん。もういい。みんなのところに戻りましょう。わかったよ。いやー楽しかったね。そうですね。じゃあ帰るか。ああ。俺帰りはちょっと寄ってくところがあるからここで解散ね。どこ行くんですか？へへ、それはね、お姉ちゃんが榊野町のレストランでご馳走してくれるらしいよ。そうなんだ。彼氏にドタキャンされた代わりらしいからな。せえよ、俺の楽しいディナーにケチつけんな。はいはい、じゃ頑張ってこいよ。おう、じゃあな。ああ、じゃあ私もここで。どっか行くのか？バスで帰る。そっか、気をつけろよ。ピンチになっても清浦は助けに来ないぞ。何言ってんのよ。もうそん時は誠が助けるように。了解。あ、じゃあ桂さんもさよなら。はい、さようなら。俺らも帰ろうか。はい。西園寺さん、ちょっと元気出たみたいですね。ああ、誠くんを信頼してるみたい。そうかな。ええ、なんだか焼けちゃいます。そういうのじゃないって分かってても。誠くん、はあ、誠くん疲れてますか？疲れるか、そうかもしれない。今日はプールでいっぱい遊んだし。そうじゃなくて。はい。精一杯仲良くなれるように頑張ってきたつもりだけど、ちょっと疲れた。何言ってるんですか？誠くん、誠くん、俺世界のこと好きなのかも。はい。もしもし、桂です。うん、どうしたの？あの、お願いがあって。何？相談？最近休みがちでブランクあるから、いい答えが浮かばないかもしれないよ。いえ、相談じゃなくてお願いなんです。お願い？何だろう。誠くんに嫌いって言ってください。は？誠くんのことなんて何とも思ってないし、好きになられても迷惑だって言ってほしいんです。ちょっと待ってよ。西園寺さんが誠くんに正直に話してくれればいいんです。正直って？桂さんどうしたの？言ってください、お願いします。いきなり私が誠にあんた嫌いっていうのは変じゃない？変じゃないです。西園寺さん、誠くんのこと好きなんですか？だから落ち着いてってば。誠と何かあったの？黙ってちゃわかんないよ。誠くんが西園寺さんのことを好きだって。え、私と付き合うのは疲れたって。誠、私驚いちゃって何も言えなくて。誠くん、ちょっと疲れてる
ますよね。私最近誠くんとギクシャクしてたし、それでつい変なこと口走っちゃっただけですよね。わからないけど、誠くんが西園寺さんのこと好きなわけないです。西園寺さんだってそうでしょ。誠くんのこと好きじゃないですよね。そういう目で見たことないですよね。西園寺さん、私、嘘ですよね。西園寺さんも誠くんのこと、そうなんですか。ごめん。誠くん。琴の葉。おはようございます。おはよう。今日はいつもより遅いんですね。待ってたの？あ、はい、ちょっと早くに目が覚めたので。寝てないんだ。いえ、明け方にちょっとだけまどろみましたから。そう。はい。昨日ですね、友達から聞いたんですけど。友達？はい、その友達が言うにはですね、西園寺さんって付き合ってる人がいるらしいですよ。多分この間もプールで一緒だった沢永さんとか。そんなわけないだろ。大輔のことなら俺の方がよく知ってるよ。じゃあ違う人ですね。その知らない西園寺さんの彼氏さんと、西園寺さんって結構熱々のカップルらしいですよ。噂じゃ榊野町でキスしてたって、そういう話も聞きました。世界がそういうやつじゃないのは俺が一番知ってるよ。一番？見間違いかもしれないですね。そうだろうな。でもそれじゃですね、つまり西園寺さんはいろんな男の人と付き合ってて大変なんです。だから誠くんが好きになっても西園寺さんは誠くんとは付き合え。いい加減にしろよ。次は下原マス、下原マス。でもなし、身に合わせて借りたる黒き礼服、新たに買い求めたる五田番の。あれ、あ、琴の葉。メール送ろうと思ったんですけど、おかしいんですよ、私の携帯。誠くんに送ろうとしたらうまくいかなくて壊れちゃったのかも。壊れてないよ。え？俺が着信拒否。壊れちゃってますよ、絶対。だって今朝まではちゃんと送れてたんだし。あれ？おかしいな。もういいだろ。いいって？もう好きじゃないんだ。いや、別れよう。私、誠くんが。さよなら。いやー。あ、今帰り？加藤もか？うん。お前、部活は？今日は休み。そっか。ねえ、なんだよ。一緒に帰らない？あ？ああ、どうせ西原見までは一緒だろ。うん、
大げさだな。いっつも夏美たちが食べてる話聞いていいなって思ってたのよね。夜遅くまでやってるだろ。練習帰りはクタクタだし、そうでない日に一人で行ってもつまんないの。部活やってると友達捕まりにくそうだもんな。そ、孤独なのよ結構。伊藤と帰るの久しぶりだよね。そうだっけか。入学式の時以来だよ。入学式の時は同じ中学出身の連中全員で帰ったんだよな。そうそう、小学生の集団下校かよとか思って、次の日から速攻で時間ずらしたよ。そうだったんだ。加藤は？私は次の日までは一緒に帰ったかな。似たようなもんか。そうかもね。でも加藤はバスケ部入ったから、どっちにしてもあの集団下校には含まれなかっただろう。まあそうなんだけどさ。バスケ楽しい？うち強い割に結構自由だから楽しいよ。レギュラーになれそう？やめてよ、七海みたいなスポーツ特待のことは違うんだから。甘露寺ってスポーツ特待だったのか。うん、七海はすごいけどね。私は普通の1年生なの。そうか。でも練習頑張ってるだろ。頑張ってるけど、おかげで全然遊べないのよね。大変だな。伊藤は楽しいことある？俺は最近気がめいることばっかだな。カツラのこと？え？ごめん、言いにくかったらいいんだけど。ああ。今朝電車で見ちゃった。うわ、そういうの覗くなよ。しょうがないじゃん、朝の電車だよ。見られたくないなら人気のないところでやりなよ。したくてしたわけじゃないって。だよね。はあ、伊藤はカツラと付き合ってるの？た過去形、別れた。あ、それでカツラ泣いてたもんね。いや、私さ思うよ、伊藤とカツラって似合わないと思う。ああ、伊藤にはもっともっと活発な子とかの方が似合うんじゃない？そうか。そう思うな。そうかもしれないな。じゃあさ、もし好きな子いないんだったら。待て、紹介はしなくていい。え？お前のことだから誰かいい子紹介するとか言うんだろ。まあね。そういう気分じゃないんだ。え、そっか、残念。でもありがとな。加藤ぐらいだよ、昔からの馴染みでそんな風に言ってくれるのは。それは、うん、俺たち親友だよな。え、うわ、なに、こんなやつ友達じゃねえとか思われてる？違うって。うん、親友よ。だろ。ひかり、そういえば今どうなの？どうって何が？決まってんじゃん、ほら、ひかりの愛しい愛しい人のことさ。何よ、いいでしょどうでも。何、まだ何にも進展ないの？うっさい。ひかり、あれやってたでしょ、おまじない。効果ない？うん、携帯の待ち受けに写真入れるやつでしょ。そんなの中学の時からやってる。うわ、そうだったんだ。あいつ、女の子と見れば片っ端から好きになるくせに、私は絶対眼中にないもん。いっつも同じクラスなのに。そっか、効果ないか。あのおまじないって効果ないと思う。効果、あるよ。え？効果ある。世界、やってたの？うん。そうなんだ。絶対無理だと思ってたけど、叶いそうだから。叶いそうって？もしかして、伊藤のこと？うん。伊藤？せっかく世界と伊藤が別れたっぽいって噂で、ほっとしてたのに。光は黙る。誠、桂さんのことを好きだと思ってたから、諦めなくっちゃって、ずっと自分に言い聞かせてたんだ。
え、カツラって、あの？隣のクラスの子だよね。うん。あいつ、伊藤にちょっかいかけてんのか。うん。世界、あたしらに任せてよ。私ら？私らって、私も含まれてる？そ、あたしらで、ちょっかい出さないように言っとくから。面倒くさい。いいから。しょうがないな。大丈夫だよ。私、自分でなんとか頑張ってみる。でもね、私たち、世界のこと応援してるから。